さん、藤本さんにいただきます。ありがとうございます。あ、大和選手に似てるっていうのはもう現場の時から言われてたんですけど、また誰々選手に似てるっていうことをこう言うとまたアンチが湧くじゃないですか。な、お前と大和一緒にすんな、死ね、言われるやん。だからもう俺誰々選手に似てますねっていうネタもね、基本触れないようにしてるんで申し訳ないけども、プロ野球界はもう頭おかしいやつばっかりなんで怖いんですよね。もう誰々選手に似てるっていうことを言った時点でもう炎上しちゃうんで、もうすぐにね、もうなんかプロ野球選手に似てるネタすると怒るやつらおるから、ね、その辺配慮がなくなってます。いやいや全然いいんですよ、あなたたちは気にしなくて。ただなんかこう視聴者が燃やされるパターンもあるんで気をつけてくださいね。ツイッターとかで言わんかったら大丈夫。ツイッターはなんか変なやついっぱいおるんで、なんか引用リツイートとかでなんかボロクソ言われちゃうから、ミプさんって渡辺亮選手に似てますねとかいうツイッターのメンションはもう絶対反応しないですもんね。俺じゃなくてその人が燃やされるんでかわいそうやから、ただ誰々に似てるって言ってるだけやな、チンカス野郎たちがさ。やばい、ほんまにやばいからねマジであいつら。そう、似てるって言ってるだけやのにね。で俺が「え、似てる、ありがとうございます、じゃあちょっと大和選手の真似しちゃおうかな」、もう炎上よ。え、じゃあちょっと俺大和選手に似てるからちょっと大和俺っていう動画撮ろうかな、はい炎上、はい炎上です。怖いよね中学生は。渡辺亮選手のネタももうできなくなったよね、それで。別に本人は何も思ってないんだよね。